はい、今日はですね、東京大人のぼっちツーリングということなんですけども、今日はね、ぼっちじゃないです。はい、相方がいらっしゃいます。今待ってるんですけども、ここからですね、中野方面、今日は紅葉を探しに向かっていこうと思います。はい、はい、今日は2台こちらに相方の内藤さんがいらっしゃいます。現在ですね、横川まで来てます。ここから軽井沢に向かっていこうと思っております。天気も良くなってきた。気温は低めです。寒い。さあ突っ走っていきますよ。前を走っているのがこれ内藤さんですね。はい、ちなみに僕は景色を撮っているので僕のことは見えないです。あ、ここね、高速の出口のこういうロータリーってなんかなんとなくこうレーサーになったような気分になりますよね。だからギューってこう自分的にはすっごいこう、うわめっちゃ俺ハングオンしてるなみたいな感じになっても実は大したことはないっていう。はい、まあ、ここぐらいですよね、安心してこうギューっとこう倒せる場所、サーキット以外でっていうとね。なんかこういう言い方するとこう非常に誤解を生みそうですけども、さあ高速降りたところぐらいだとまだ全然紅葉しないですね。はい、あ、これ遠くに岩山見えますよね。これ何なんですかね。これ知ってる人いますね。軽井沢の方山を登っていきますけれども、だんだん寒くなってくるんですよね。気温が低くなりつつで、気温低くなってくるとこう色ついてくるんですけど、そう、ここねなんかほんとね人がいなくて、この日全然もう前も後ろもガラガラで非常にこう走りやすいというか、なんか貸し切りでしたね。でここだけかなと思ってたんですけども、この先も割と空いててですね、非常にこう快適で、前の方を地元の人っぽい車が走ってるんですけど、別に急いでレースしてるわけじゃないんですけども、全然追いつかないっていうか、どんどん離される、すごいスピードで入ってるんですよね、カーブにね。地元の人が速いなっていうので、これ実はインカムで話しながらなんですけども、結構ね爆笑しながら追っかけてましたね。でこう街中に入って、でようやくめっちゃ速かった前の車に追いついたら、中乗ってる人なんとね女の人、おばちゃん、地元の普通のおばちゃんだったんだけど、まあ、ちょっと途中やる気出して一生懸命追っかけてみたんですけどもね、ものすごい速いのね。俺は峠の亡霊でも見たのかみたいな感じの。はい、でまあこの街中のですね、この両脇のこれ楓かな、非常にこれ綺麗だったんですね。カメラだとあんまりこう鮮やかに映ってないと思うんですけどもね、これすごいこう目を奪われる綺麗さで、うわーいいなーってこう2人でここでペースを落として感動してました。いいなー。いやーすごいいい感じの 赤くなってますね、あちこち素晴らしい。はい、今日はこの霧里さんという蕎麦屋でですね、昼食ということでお昼をいただこうかなと思います。僕は天そばを食べました。さあ出てくるのに40分かかった。やっと食べられますね。ここはもうせっかく上天ざるなんで、このエビからいただきます。塩だな、塩。だいぶ寒いですね。この先が不安ですけど行きます。もう街出たらこんなんですよ。もうずっとこの調子で紅葉ですね。もうなんかもう目が気持ちいいですよね。ここまで鮮やかだと非常にいいタイミングに来たなと思いました。素晴らしい景色ですね。映像的にも色的にも山が燃えてます。燃え燃えです。
実を言うとね、このおし鬼じゃない、鬼押しだし、はい、子供の頃に僕ね、あの父親に何回か連れてきてもらってる思い出の場所ですね。当時なんか鬼押しだしですね、鬼を押し出せるなんかバリケード的な、そういうこと。そう、結構ね、前の車が景色見たくて途中で突然こう止まるっていうことが多くて、割とびっくりして避ける。で、この後ですね、嬬恋村方面に向かいます。非常にこう、もう細い木がですね、みんな一斉に色づいてて、ここも良い、とても良い山道をギャーッとこう行くわけなんですけどもね、はい、非常に気持ちいい。ほんと誰もいない、全然誰もいない。もう、まあ、2人して大喜びでこの美味しい峠を味わう、こう美味しいな、これ美味しいな、峠が美味しいなってこれ味わっている感じ、わかります？あー美味しかった、あもう一つ美味しい、美味しいの来た、あー美味しいの、あちょっと普通だった、あ景色も美味しいな、美味しいな、景色も美味しく味わっちゃって、またカーブも美味しく味わっちゃうぞーみたいな感じですね。はい、うん、まあわかると思うんですけどね、はい結構ね、一人でもねこんな感じでブツブツ言ってますよね。さあ、どん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 海抜高度が上がってます。空が近くなってるのがよくわかると思うんですけれども、非常に美しい景色ですよね。もうたまらん。で、今こうやって走ってる時の、要はお互いの会話の音声っていうのは全然今回入れてないんですよ。あんまね、2人だけでキャッキャキャッキャ笑ってるのばっかり入れてもしょうがないと思ったんですけども、結構ね面白くて話がね、なんか内藤さんの若かりし頃の話とか、もちろんそのね、これだけいいコースなんで、いろいろこう走りのこともちょいちょい教えてくれるんですけどもね、本当ね、内藤さんの若い頃のこう恋愛関係の失敗談みたいなのをね、いろいろ聞いててすごい楽しかった。まあ、本人のためにここでどんな内容だったかっていうのはちょっとやめとくんですけども、なんかね、フィリピン人女性に本気でこう愛されてしまって、で部屋に乗り込まれたっていう感じなんですけども、そのフィリピン人女性っていうのがまあ、男みたいな感じだったらしいですね。はい、それ以上はちょっと言えない。かなりここまで高度が上がってくると結構気温は低いですね。この時期でもうすでに5度ぐらいだったかな、この時ね。非常にこう寒いんですけど、まあだいたい12月後半1月ぐらいはこの辺りゲレンデですよ。はい、そういう状況のところなんで、まあギリギリのタイミングだった感じはするんですけどもね、非常に寒かったんですけど、まあ、この時のウェアは、上はいつものパワーエイジで、下が兵道のですね、ウィンドプロテクトデニムみたいな感じの名前のやつなんですけども、非常にこれがあったかくってよかった。万座温泉エリアですね。今回はスルーします。非常に街中がですね、硫黄の匂いを立ち込める、非常にこう温泉としてはすごいエリアですよね。まあ観光地らしくですね、センスのいいホテルがいっぱい並んでるんですけど、まあ、もちろん僕ここ泊まったこともないし温泉も入ったことないんですけども、まあ、ここもですね、なんか内藤さんが若かりし頃にですね、まあ、お連れの方といらっしゃって的な話をお伺いしましたけれども、まあ、ちょっとここではですね、細かい内容についてはまあ差し控えたいと、思います。はい、あこの奥のところの、ね、ここ入るとね、なんだっけ、信玄の隠し湯みたいなのがあった的な。さあ、ここからまた美味しい峠をうにょうにょしながらですね、この先の景勝地、日本の国道最高地点というところを目指します。日本の国道の中で最高なところですね。はい、それを今目指して、普通に走ってます。これ全然攻めてるわけじゃないですよ、普通に走ってるんです。はい、いやここがね非常にこう気分良かった
もう2人ともテンション上がりまくりで、もう内藤さんなんかね、あのウェイってやっちゃってる。よくね、万歳してます内藤さん。皆さん素晴らしい景色、あの曇ってっかなと思ったんですけどね、だいぶいい感じに、晴れてきそうな雰囲気。天気っていうのはあの海抜上がると悪くなるもんなんですけども、この時はどうもですね、気圧の谷をバイクで越えたみたいで、一気に天気が好転して非常に気持ちいいんですよ。でここちょっと間延びしちゃうんでカットしようかなと思ったんですけども、後でこう編集で見てたら、もうそれだけですごいこう気分良くなっちゃうようなルートだったんで、皆さんにもお見せしたいので、ぜひはいこれ大画面で見てほしいな。本当にねこういうルートなんですよ、あの万座温泉の後からですね。ここがねすっごいいい、この道がすっごいいい、いいでしょこれ。これ多分いつ来てもいいと思うんだ。もう道がふわーってこう、なんか僕の理想の景色、オートバイで走る上でのもうこれだよねっていう、こう思い描く景色っていうのがまさしくこの道だった。これはねぜひ皆さん行ってほしい。ここなんかねもう本当ここね、このカーブもそうだし、抜けてからの空がふわーっとこう広がるこの感じ、これがね本当に綺麗。下に見えるのは雲海ですよ。雲海を見下ろしながら走れるこんな道があったなんてね、内藤さん連れてきてくれてありがとうございます。ここが国道最高地点湿地群。うわーすっごいな。ちょっと雲海です。ちょっとした雲海です。はい、視聴者さんと鉢合わせで日本国道最高地点、ライダーは最高地点とか最低地点とか最北端とか最南端とか端っこに惹かれる生き物だと思います。トイレが使用禁止で入れないですね。現在気温4度ですね、4度っていうとですね、東京都心だとなかなか夜でも下がらない気温ですね。いやドライブインですね。おゴールデンちゃんがいらっしゃるじゃないですか。ボクタン、ボクタン、ジョーンズくん、あなたジョーンズくんなの？するのかい？黄金の匂いがするのかい？ジョーンズ、ジョーンズ、ほら、おいでおいで。さあ再びスタートしました。この辺りは志賀高原というところですね。1998年長野オリンピックが開催された場所として有名です。冬場はですね、数多くのスキー客が訪れる場所なんですけれども、意外とですねこうした冬のリゾートがですね、雪が降ってない時オートバイにとってすごくいいツーリングコースであるっていうのはですね、実を言うとあんまりこうリンクしてないところが多いのかなって思います。このね何もない景色っていうんですけども、何もなくないですよね。素晴らしい景色が広がってますね。自分でこうやっぱね見てて見ちゃう、こういう気持ちよく走っているビューンってやつ、ビューンってやつってなんやねんって感じですけど、はい、これね、カーブもそうだけどまっすぐもそうだけど、やっぱりこう適度にこうくねくねしつつ適度に開けてるっていうのがですね、すごく気分がいいですよね。さあ非常に美味しいカーブを下りながらだんだんですね、下ってきてます。はい、
国道最高地点のところから志賀高原を抜けて、この先のですね、市街地中野、信州中野方面に走っています。少しずつ気温が高くなってきました。さっきの国道最高地点のところでは日中で気温がだいたい5度ぐらいでしたけれども、この時はもう数度上がっていますかね。だいたいですけども100メーター上がるとですね、気温が1度近く下がるという感じです。逆に下ると高くなる。これ、ね、非常にこう今日この橋のところもですね、景色が開けていて、どうもこうなんていうかチラ見しちゃいますよね。これがもうほんと前も後ろも全然車がいなくて、あ、いたわでもあのカメラでこう広角で撮るとですね、だいぶこう速く見えるんですけども、実際割とそんなスピードは出てないんですけども、やっぱ景色がいいとですね、こうゆっくり走って美味しくこう味わえる、これぞ大人のツーリングっていう感じでいいですね。いいな、こういうね、太陽に向かって紅葉の景色の中を流すってのは最高ですね。さあ街が見えてきましたね。もう右も左もなんですけども、ここすごく絶景ですね。前方の山が霧に霞むというかですね、こう低い雲が立ち込めてたなびいている中に街が現れるっていうのは非常に幻想的景色。さあここからはですね、あの元ツーリングに出てきたあのなんかマイナーな峠を探しに行く、そう写真通りのところに行くっていうのをですねやってみたくて、であの峠に入ったんですけども、マニアックすぎるんですよね。めっちゃマニアック。え、ここでいいのみたいなところを入っていくんですけど、もう通行止めじゃなかった。もうね、もうぐにょぐにょですよだいぶね日が暮れてる。これあのカメラだと撮れてるんですけど結構暗いんです。もうだからちょっと急いでる。まあ、そうは言いつつも割とこう楽しくカーブを味わっております。はい、もちろんリアブレーキいいですね。これ リアブレーキをかけながらの若干軽くフロント当てていくとですね、気持ちよく曲がれます。はい、もう常に練習っていうか、これは本番ですけど、はい、ここから加速ですね。大体あのまっすぐになったあたりから加速っていうところを心がけないと、こういう細いところではすぐはみ出しちゃいますからね。はい、まあ楽しい、まあ楽しい、まあ気持ちいい。だいぶ日が暮れましたけどもね、はい、この峠はですね、途中までしか行けなかったですね。まあ日照ギリギリなんですけど、元ツーリングに出たところにやってきました。多分ここだと思うんだよな。月がもう輝いてます。そう、この辺ですね、皆さんね。この辺までが映ってる感じですね。ここ、マニアックまくりですね、これ。ねえ、これ誰も来ない。これ地元の人しか知らないっていうかなんか、うん。いや、これさ、そっか、視聴者さんが見てる。飯山の KOD2 ですね。とりあえずここで、一旦足を止めてですね、今日の宿を探そうと思います。ね、もしかして今ここに視聴者さん、どこか働いてたりお客さんでいらっしゃるかもしれないですね。はい。今ね、それなりに、いい時間ですかね。まだ5時半ぐらいですかね。今日は長野市内の JAL ホテルですね。もうハロウィンで素敵な装いのところにですね、今日は内藤さんとですね、ダブルベッドの部屋で2人で泊まるらしいですね。いや、超おしゃれですね。よろしくお願いします。はい、わかりました。
とりあえずホテルチェックインですね。で、早く行かないと多分飯屋が閉まるんで、もう出ちゃおうかなと思っております。はい。やっぱ結構寒いっすね。寒いけど大丈夫。NCB は脱いでいっちゃおうかな。完璧です。肉来ましたね。今日は肉って決めてたんですよ。行きましょう。どれが何でも分かんない。ちょっとお高いお肉屋さんです。今ですね、GoTo が使える焼き肉に行ったんですけど、GoTo のチケットを使い忘れるという事態になっております。いやー、でこれ、明日の24時までじゃないと使えないので、ちょっと使えるもないかどうか今、探しております。すげえいい景色ですね。こっちが内藤さんのご飯で、こっち僕です。なんか欲張っちゃったな、俺。ご飯は食べません。そばは食べるけど。食べます。あります。蕎麦の実です。歯に挟まる。ちなみに今回のカバンはカバンじゃなくて、スーパーのビニール袋に着替えを入れてきただけです。はい、これでパニアに突っ込んでます。はい、ではこのままですね、バイクで、紅葉を求めて今日も走ろうと思います。皆さん、善光寺ですね、よく見えます。はい、ちょっとちっちゃいと思うんですけど、御開帳の年に行ったことがあります。今日はですね、宿を出て、白馬とか鬼怒沙とかあっちの方向にとりあえず向かいます。町を出るともうすぐこんな感じでいい景色が広がってるっていうのがですね、長野のすごくいいところだと思うんですけれども、なんか本当絵に描いたような色合いですよね。天気もとっても良い。やっぱりね、長野は標高高いせいかすごく雲が近い感じしますよね。こう上見るとですね、非常にこうなんていうかね、空が近いっていうか。皆さんこれすごい綺麗。いやー、これ紅葉ベストシーズンですね。はい、引き続き走っていこうと思います。私です。ほら、若干ちょっと早いっぽくこう半音してる風です。してる風です。非常にこれスピード出てない。景色がいいですね。アルプス展望広場ですね。内藤さんが上に登ってます。途中でダメだって言ってたのが聞こえてきてたのし。ああ、いける。白馬方面に向かってます。はい。ヘアピンギューン。ですね。非常に天気も良くなって、快適ですね。なんでもないところでも、ね、なんかこう、いいなっていう景色が。バンバン行きます。バンバン行きます。はい、この道の駅後で寄ります。あ、寄ったのかな、もうこれ寄った後だな。ここね、あの時来た年始の長野雪山ツーリング的な時に来ましたね。で、この白馬のリゾート地の奥行こうと思ったけども、ちょっと通行止めで、行けずという感じでしたね。いやー、ふと見つけた農道で、写真を撮っておりますけど、あの道の駅の裏ですね。いやー、いいですね。なんかすごい雰囲気あるよ。
ザ・長野の景色っていう感じですね。いやいやいや。いやいやいや。いやあほほほあぜ道の下に怒ってしまった。僕ね、なんかこういうあぜ道的な、なんていうんですかね、あぜ道じゃないけど、畑の真ん中の道に非常に惹かれる。これもそうか、なんかこういうの惹かれませんか。だからね、ツーリングマップルっぽいっていうか、はい。そんな感じで、町を出てですね、黒部ダム方面に向かってみようかと思います。湖、たまにこう湖出てくるね、あの奥に見えるところが黒部ダムのある大木沢というところですね。はい。また山を少し登るんですけども、ね、カバの木の林を抜けて、遠くに見えます、わかりますかね、どんどん山が近づいてきます。このね、山がねすごくいいんです。なんか異世界感があって、なんか今までのこう見慣れた景色のところから急にね、あの全く違った世界がそこに登場するような感じがとても楽しい。これ私ですね。はい。カメラ前の方からちょっと撮ってみましたけど、イエーイ、早いっぽい、早いっぽい、イエーイってやってますけど、大したことはしてないです。はい。景色ですね。はい。どんどんまた高さ稼いでいきますけれども、で黒部ダムはですね、ロープウェイでしか行けないんですね。なので我々はちょっと行って、まあ、雰囲気を味わってだけで、まあ、引き返す感じなんですけども、まあ、それでも十分にですね、楽しめます。で黒部ダムって僕あの初めて知ったんですけども、あの黒部ダム自体はもう富山県なんですね。あの長野から入ってはいるものの富山県側に当たるということです。でもうこれ行けるところまで行ってみたんですけど、はい、もうがれててもうこの先行けないということで控えしました。こういう時ね、オフ車とかアドベンチャーだったら全然走れるんですけども、いかんせん2人とも今日はロードスターで来てますので、舗装道しか走ってないという感じで帰ります。はい、ね、この空がね油絵みたいでね、すごくいい、うん、この道もすごく気持ちよくて、なんとなくね撮影しちゃいましたけども、ね、行きの時も良かった。ゴミ処理場の煙突がいい感じ。素晴らしい。長野で長野県産のシャインマスカット 25% のゼロゼリーを食べながらバイクを眺める。いいという。お、内藤さんが来てくれてる。ここからですね、このツーリングのハイライト、七色カエデというところを目指します。何やらですね、七色の変化を楽しめるカエデが、大きいカエデがですね、七色大カエデが生えているということで、あ、もう見えたかな。はい。これね、僕実は結構楽しみにしてたんですよ。たどり着きました。あれが七色カエデ。いい景色じゃないですか。本当にあれですね、あのカラーが、まあ今のタイミングだからこそだと思うんですけどもね、非常にこう鮮やかで七色で、これがまああの多分一番老木でしょうね、柵で保護されていて、こっち側の新しめの、比較的新しめの楓は近づけますね。あ、これなんか非常に七色な感じですね。非常に七色チック。あ、足元結構坂道だ。なんか向こうにですね、サーキットがあるらしくてですね、なんか音がカートの音が入ってきますね。はい。なんかなんか業界を代表して、なんかちょっと申し訳なく思います。風情をちょっと邪魔しているかなと思いまして。はい。ちょ、僕、謝っておきます。はい。はい、すいません。ご迷惑をおかけいたしております。はい。この木は何でしょう？この木何の？はい。というわけで帰ります。帰りは下るだけですね。はい。ね、この木が何なのか気になった人は、はい。楓ですよ、楓。はい。はい、下りカーブ連続してますけれども、ね、リアブレーキ当てながらフロントブレーキもかけつつ減速しながら、ここは安定させていき、カーブを脱出して起きてから加速ですね。はい。ね、意識しながらやると非常にこう下りカーブも気持ちよくなります。
市街地に降りて安曇野方面向かいます。で、安曇野方面といえばそう、勝原到着です。さあ、勝原に来ました。今日は食えるかな。 OK っぽいっす。すごいっすよね、いつも思うけど。で、待ってればいいのかな。もうまだどこで待ってればいいです。だから大丈夫ですか。もうちょっとですね。いやー、静かなお店の方が自然とこうひそひそ喋っちゃうんですよね。ひそひそ喋っちゃう。こちらの お店、本店の勝原とこちらのレアン勝原という店があってですね、社長が僕の中学校の時の同級生です。はい、同級生というかもうだいぶ一緒にいた仲なんですけど、そういう仲なんですよね。でこちらレアンの方は弟くんがですね、経営されてます。はい、地元でも老舗の美味しいとんかつ屋さんなんですよ。今ね、すっごいおすすめです。はい、ぜひ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 。カキフライ始まりました。カキフライ始めました。これが普通にうめえ。まあですカツ、ご飯、味噌汁、ご飯とキャベツ、おかわり自由。やば。お塩。はい、というわけで、帰ろうと思いますけれども、GoTo トラベルがですね、今回非常に良くて、宿も安かったし、勝原さんもですね、GoTo 対応店なので、昨日の使ってなかったやつで、特上ロースカツをいただきました。美味しそうさま。なんかおしゃれなあずさ川というサービスエリア、もうここからは帰るだけです。はい、帰りはね、もう真っ暗で何も見えないので、ほとんど動画は撮らないです。はい、もうあっちもワープしてやります。コーヒー飲んで休憩します。ちょっと眠いっすね。内藤さん、ブラックが飲めない。いや、無理して、ね、飲めないもん飲む必要ないっすよ。すいません、多めに。いいですね、すげえ甘党。あれも、あ、じゃあこれ、あれですよ、戻ったんですよ、きっと。あ、押して、入れてから、手前入れてから。もう、そんなに甘くしたかったんですか。ああ、残念ですね、甘くできなかったです。バイクの時はね、運転しながら飲めないですからね、座って飲むしかない。はい、もう青梅降りましたね。はい、帰ってきました。お疲れ様です。9時49分です。あ、なんかいい感じの時間ですよね。遅くもなく早すぎも堪能した感じです。気温も東京戻ってきたら15度以上ですね。もうここまで気温が高いともう南国気分でございます。はい、というわけで、2人ともですね、無事にこう戻ってきております。あとまあお店に着くだけなんですけども、とりあえず今回はもうここで、撮影の方は終了という感じです。今回のですね、コース、装備、参考にした雑誌、その他の情報をですね、概要欄でまとめてありますので、もしですね、ご興味ありましたらそちらもご覧ください。今日ですね、ご一緒いただいた内藤さん、SRTT ライディングスクールをやっております。はい、僕は走りながらですね、いろいろレクチャーいただいてお得な気分ですけれども、個人レッスン等もやっておりますので、はい、そちらの方のお問い合わせは SRTT ホームページからよろしくどうぞお願いいたします。はい、内藤さんが土日に徹夜で返信しますので、はい、ありがとうございます。というわけで、失礼いたします。あ、めっちゃ飛んでる。よし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 。よしよし。ああ、ハロも来たな。よしよし。おお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 
ただいま、ただいま。うん。うん。無事に帰ってきたよ。あ、ハロー、テルナ。はい、よしよし。はい、よし。ハロー、ハロー、よしよし。よしよし。よしよし。あ、これがいいの。これがいいの。うん、これがいいの。うん、これがいいの。よしよし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 。はい、よし。持ってこい。あ、キイちゃん。キイちゃんも、あ、私のこと呼んでくれたのに。うん、俺さん頑張ったの？そうかそうかそうか。お腹空いたの？そうか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 。うん、何お風呂入りたいの？うん、そうなのそうなの。ね、これが欲しいの？そうなの？これくれるの？何何何どうなんの？これダメ。ハロキュン、ハロキュン。よし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 。よしよしくん、よしよし、ニコちゃん、ニコちゃん、持ってきてくれたの。はい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 、聞く人。はいはい、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 はい、あとはお若い犬たちで、はい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 。